キアナ、何を待っているの？姫子先生、分かった。この完璧じゃない世界を私の望み通りに変えてみせる。あなたは自分の意志で空の律者の力を抑えた。でももっと早く抑えられてたら、もしかしたら。キアナ、姫子先生が見たいのはあなたが懺悔する姿じゃない。あの人が命がけで最後の授業をしたのはあなたを信じていたから。あなたが全てを変えられる存在だと信じていたから。分かってる。もう二度と過去の苦しみに溺れたりしない。姫子先生との約束を果たす。行こう。第二律者の人格は封印されたけど、再び目を覚ます可能性だってある。これから先まだまだ道は長い。やるべきことも数えきれないほどあるのだから。この勝利が私の痛みを和らげてくれるといいな。